水が豪快に降ってくる本音がございます。7段目8段目って結構上の方ですからね。あのお座りになってる方暇つぶしに自分が一体何段目に腰掛けてるのかなと考えていただいて、一番上の椅子は11段目ですから上から数えていただいて、射程距離内に入ってる方はね、体はまあ誰でも乾けばいいですけど、カメラ携帯は取れるんですから、先ほども言いましたけれども、スタンド内危険防止のため傘の使用は禁止されています。前の方の目を刺すか、目や顔の骨が刺さると大きな事故になるということもあります。くれぐれも傘の使用は危険防止のためにお願いしたい。それから甘いものを食べている方はね、シャチのショーがいざ始まるとドーンと水が刺さる味が変わる場合があります。甘いの食べてる人早めに、まだでも12分ありますから、ね、ゆっくり食べても大丈夫です。ポテトは味は変わりません。柔らかくて